眠れないほどどんどん好きになってしまうからだんだん怖くなって次のページに行くよ。召喚の魔法について。お、どうかした？照れてるの？かわいい蝶々だけど、君の特等席は僕の膝の上だよ。一緒に本を見やすいし、合理的だよ。悪魔文字で書かれた本を読んでほしいと狙ったのは君だしね。そんなに膝から降りたいの？なら君からキスしてほしいな。君と離れ離れになる寂しさをキスで埋めておくれ。でも僕の腕の中から飛び立ってしまうんだろう。だから、ほら。お前たち、生徒会の活動を邪魔するなら出て行け。蝶々が怯えてしまったよ。いきなり怖い顔をしないでくれ。それとも羨ましいの？誰もそんなことは言っていない。メイジ、シキ、こいつらをつまみ出せ。まったく、
明治のやつ、力いっぱい掴むからあざになりそうだよ。君は大丈夫？ああ、なんとか。こんなに乱暴に追い出すことはないのにね。まったく、幼馴染殿は余裕がないな。課された務めだけ果たせばいいってものでもないのに、生きているからには潤い、恋が必要だよ。締め出されてしまったし、当面は第三図書館に入れないな。校内で君と一緒に落ち着けるところといえば、やっぱり温室かな。魔術書の続きは今度にして、僕と美しいものでも見に行こう。もちろんお茶もご馳走するよ。悪魔の甘い言葉に誘惑されておくれ。僕は今、一秒でも長く君と一緒にいたいんだ。お気に召していただけて光栄だよ。お菓子もいくらでも食べていいからね。そりゃそうさ。僕はもうかつての僕の蝶々たちに魔力を使っていないからね。そうだね。まあ力と関係ない感情もあるかもしれないけれど、でも僕にとっての蝶々は今は君一人だから、他の誰かには興味はない。お茶会がこれから開かれることはないよ。僕が誰も誘わないからね。君がいてくれたらそれでいい。頬が赤いよ、かわいい蝶々。喜んでくれてるの？どうして？僕は嬉しいのに。喜んでくれるということは、
君が僕を独占できて満たされたということ。つまり独占欲、僕を独り占めしたい愛情の形だ。いい響きだよね。独占、独り占め、相手が自分だけのものになる喜び。もちろん僕の中にも独占欲はあるよ。君を閉じ込めてしまいたいくらいに。お礼を言われるようなことじゃないよ。君を守るのも恋人の務めなんだから。でもご褒美のキスはもらおうかな。じゃあね、また明日。朝迎えに来るよ。でもさ、本当に大丈夫？だから、ソガミウリエのこと。話聞く限りだと、ただのバカップルだけど。それにしても、愛情が重すぎない？だって毎朝毎晩そばにいる上に放課後もべったりでしょ。
前なんか授業中にさらっていこうとしていたじゃない。少し距離を置いた方がいいんじゃないの？頭を冷やしてもらったら？ああ、ありえる。水を与えられなくなった花みたいにしおれてくのが見える。そういえば、いつも寄ってくるのってあいつの方からだよね。やっぱりね。もしやこれは。もしかしたら愛情表現が足りないんじゃない？そうそう、あいつに迫られた時同じくらいスキンシップ返してる？やっぱりきっとそれだよ。だからあいつは物足りないと思ってるんじゃない？物足りなくてもっとを求めてスキンシップが激しくなってるんだよ。そう言うと思っていい手を思いついたんだ。あ、ここ。ほら、二人とも、こっちこっち。これは…ビジネスホテルっていう割に、いい部屋だね。この部屋、一晩予約しといたんだ。ゆっくり過ごしてね。どうしたの？すごい顔してるよ。
だからここに二人で泊まるんだよ。スキンシップが足りないけど、普段じゃ積極的になれないんでしょ？でもこの状況なら仕方ない。せっかく二人っきりになるんだから、たまにはあなたから甘えてあげなよ。そいつが満足したら、授業中にさらわれるようなこともなくなるんじゃない？じゃあ、ごゆっくり。君のお友達が外から鍵をかけて僕たちを閉じ込めたんだろうね。こういうのは荒療治が一番。今日一晩二人っきりでゆっくり過ごしなって。物理的には南京錠で閉ざしてあるからね。一晩経たないと外に出られないよ。リンドや生徒会の悪魔たちにも邪魔はさせないから安心して。じゃあね。行っちゃったみたいだね。なかなか徹底しているな。これはなかなかいい結界だ。僕の力でも破れそうにない。彼女の言う通り、一晩過ごすしかなさそうだよ。人間の方が僕らより過激だね。怖い怖い。でもこれで誰にも邪魔されず、君と二人っきりだ。せっかくの君の大親友の心遣いだ。無駄にしちゃ悪いよ。ゆっくり過ごそう。霧で他に僕と一緒に一晩過ごすのは嫌なのかな。じゃあいいじゃないか。ほら、逃げない。まあ逃げても無駄だけどね。こんな小さな部屋の中だし。
さっきの口ぶりだと、僕たちは君のお友達が仕掛けた罠にはまったというわけだね。でも、こんなことをするきっかけはあるんじゃないのかな。君は理由を知ってるんだろう。僕には内緒なんだ。寂しいな。無理やり聞き出してもいいんだけど、どうしようかな。この部屋からは出られないし、僕の魔力なら君の心を思いのままにできるよ。試してみる？僕は落ち着いてるんだけどな。むしろ焦ってるのは君じゃない？けど理由を話してくれないなら、もっと焦るようなことしちゃおうかな。時間はたっぷりある。可愛がってあげるよ、僕の情緒。真っ赤になった顔も可愛いよ。さあ、その愛らしい唇でいたずらの訳を聞かせてくれるかい？
なるほど。ああ、ごめん。違うんだ。僕の心配をしてもらえるのは嬉しいよ。それに、君たちはきっと正しい。僕にとって、初めて心の底から欲しいと思ったのは君なんだ。こんな気持ちは初めてだから、抑えが効かないんだ。僕自身、持て余すほどに。意外かな。僕がくっつきすぎたら君も困るだろう。そう考えられるだけの理性は残ってるよ。それでも君の顔を見ると、離れている時間の寂しさを埋めたくなる。触れていたくてたまらなくなる。案の定、君を困らせていたようだね。ごめん。君こそ謝ることはないだろ。これは僕の問題なんだし。ごめんごめん、ちょっと面白かった。言ってることは男前なのに、顔は真っ赤だし、声は震えてるし。でも嬉しいよ。君の気持ちが何よりも嬉しい。そうだね。恋人なんだし、協力してこの状況を乗り越えようか。相変わらず君はお人よしだね。なら、一晩一緒にいてくれるかい？ただそばにいてくれるだけでいいから。
君から僕の腕に飛び込んでくれるとはね。心臓が止まるかと思った。僕の恋人は本当に可愛いね。愛しすぎて壊さないか心配になってしまうよ。まったく。君は時々こうして大胆になるよね。心臓がいくつあっても足りないよ。こうしているだけで何もかも満たされていく気がする。君を愛しているよ。ごめんごめん。で、効果はどうだった？いたいた。かわいい僕の蝶々、お昼一緒に食べようか。どうしたの？約束してくれたよね。ほら、どうしたらいいんだっけ？いつも僕の蝶々と仲良くしてくれてありがとう。君のおかげで彼女が僕以上に積極的になると約束してくれたんだよ。そう、僕以上にということは会うたびにキスをするとかね。おかげで僕もこれで落ち着けそうだ。感謝するよ。さ、行こうか。お昼休みは恋人のための時間だよ。落ち着いた？どこが？より悪化してるじゃない！